にゃにゃ、前が見えないにゃ。どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。今日は中国で発生している大規模な黄砂のニュースだにゃ。中国の北京はこの10年で最も激しい黄砂に見舞われています。黄砂はこの後日本にも向かう可能性があります。北京の街は今朝からですね、黄砂に包まれてしまっています。通りをですね、渡ったすぐ先にあるビルも霞んで見えなくなっています。激しい黄砂の影響で北京市内は今朝から一面茶色になり、数百メートル先も見通せない状況が続いています。中国の気象当局はこの10年で最も激しい黄砂という見解を示していて、市内では車のボンネットも茶色くなっています。北京市は各学校に屋外での活動を控えるよう求め、高齢者や持病のある人も屋内で過ごすよう呼びかけています。黄砂の一部はこの後朝鮮半島から日本方面に飛来する可能性があります。にゃんと、街の中も一面茶色になっちゃうにゃんてびっくりだにゃ。ところでみんにゃは黄砂のこと知ってた？黄砂は東アジアの砂漠のタクラマカン砂漠やゴビ砂漠、高度高原などから強風によって吹き上げられた大量の砂や塵が上空の風によって運ばれて大気中に浮遊したり降ってきたりする現象だにゃん。そして年々その頻度や量が増えているんだって。そこには森林の減少や砂漠化が影響しているみたいだにゃん。黄砂はもともと自然現象だと理解されてきたんだけど、環境破壊が進んだことも原因と考えられているんだにゃ。黄砂は風の強さや地表の状態などに大きく左右されるにゃん。黄砂の粒子が一旦大気中に舞い上がると、比較的大きな粒子はすぐに落下するけど、小さな粒子は上空の風で遠くまで運ばれることになるにゃん。東アジアが起源の黄砂の粒子が太平洋を横断して北米やグリーンランドまで行ったこともあるんだって。実は黄砂はほぼ年間を通して日本に飛んできているんだけど、偏西風に乗って飛んでくるので毎年春頃は量が増えるみたいだにゃ。黄砂の発生源に近い場所では強風で黄砂が舞い上がることで家畜や人が行方不明になったり、農作物に大きな被害が出ることもあるにゃん。この他視界が悪くなって航空機が欠航したり、道路の交通が麻痺してしまうこともあるにゃ。韓国では飛んできた黄砂の粒子が精密機器工場に入り込んで製品に不具合を引き起こすこともあるんだって。日本では自動車や洗濯物に汚れがつくことがあるにゃ。さらに飛んでくる間に化学物質を含んで呼吸器系の病気やアレルギーを引き起こすこともあるにゃん。黄砂が人の健康に与える影響についてはまだ詳しいことが分かっていないので、今もたくさんの調査や研究が進められているんだにゃん。いずれにしてもマスクをつけることが大事だにゃ。黄砂対策は黄砂にゃんちゃって。今日も見てくれてありがとにゃん。チャンネル登録よろしくにゃん。